こんにちは、フィフィですえ。韓国だけ投資が集まらないと、韓国の大手メディアである中央日報が嘆いています。韓国を除くアジアの国々には世界から投資が集まっているのに、韓国だけは見向きもされないと、こう中央日報は報じていました。 韓国の報道機関がここまで厳しい記事を書くんですからいいかかにに苦しい状況にあることが分かりますよね。最近グーグルアマゾンエヌビディアマイクロソフトなど世界の大手 IT 企業は次世代の AI 開発拠点として東アジアに目をつけて膨大なインフラと研究開発投資計画を相次いで発表しています。 インドネシア、マレーシア、タイはこの先成長が大きく期待されてしかもコストが抑えられるということで投資先として人気が高いです。またシンガポールは金融のハブとして注目されています。日本と台湾は製造業の能力が高くて政府の支援が積極的なことから世界の IT 企業がどんどん投資を行っています。 しかし韓国だけは避けられているとこう韓国メディアが伝えていますその理由ですが韓国に投資するこれといったメリットがないともうここまではっきりと記事の中で言い切っていましたもうこれ本当に韓国のメディアが自国の経済についてこんなきつい書き方をしているんです その上で韓国も他のアジアの国々と同じレベルにまで世界から投資してもらえるほどの国にならなければいけないなんて指摘をしていました。Google は先月25日、台湾に2つ目のハードウェア研究開発センターを作りました。 13階建ての新社屋に Google のスマートフォンの研究に向けた先端技術の実験室を50個以上も作ったんですね。ここにはエンジニア数千人が勤務する予定です。開会式に参加した台湾の蔡英文総統は半導体や 6G、AI 分野で Google と深く協力していくことを期待すると話しました。 また、Google の副社長は、アメリカを除けば台湾が Google の最大のハードウェアの研究開発の拠点だ。台湾のハードウェアチームの人数が10年間で20倍以上も増えたとこう話しました。 グーグルは今、スマートフォン用のアプリケーションプロセッサーの設計と製造をサムスン電子とも協力はしていますが、この先台湾の半導体企業である TSMC と手を組む可能性があるそうです。で、ここで台湾の方が韓国よりグーグルにとってやりやすい、協力しやすいパートナーだなぁと判断されれば、韓国が切られてしまう可能性があるわけです。 ますよね。またアジア初の NVIDIA の AI 研究開発センターも台湾にできることが決まっています。この研究開発センターではすでに400人が雇用されています。 台湾政府はこの研究所の設立と運営費のために日本円で約1165億円のうちその28%を補助する条件でエヌビ i アの研究開発センターを誘致しました台湾の経済大臣がエヌビ i アのアメリカ本社を訪問するなど1年以上前から力を入れてきた結果です2022年には 本国からシンガポールに移るはずだった NVIDIA の半導体物流センターについても台湾政府が自国に誘致しました、まあ、台湾はうままく動いていてすよね。また日本でも世界的な IT 企業からのインフラ投資が次々と発表されています日本政府はアメリカの IT を積極的に誘致すると同時に日米の外交関係の強化にも動いています こうした外交の動きがさらに日本への誘致を後押しします。先月、マイクロソフトは来年までに AI 絡みの授業で日本に対して29億ドルを投資することを決定しました。この発表は岸田総理のアメリカへの国賓訪問に合わせて行われました。 また今年1月にはアマゾンが日本に約2兆3000億円の AI クラウドのインフラ投資をすると発表しました。アマゾンは韓国にも投資していますが、日本への投資は韓国投資計画の2.5倍の規模にもなります。あと、 オラクルも先月、総額80億ドルを日本に投資して、東京と大阪にデータセンターを増築すると発表しています。そして、世界の企業は韓国よりも今成長が期待される東南アジアにどんどん投資しています。アップルは先月、2億5000万ドルを投資して、シンガポールでの事業を拡張していくと発表しました。 マイクロソフトは東南アジア全域で AI のインフラ構築に向けて投資を進めていますマレーシアに億ドルインドネシアアにに億億ドドドルルインネを投資すする計画ですではなぜ韓国だけがこの流れから取り残されているのでしょうかこれまで世界の AI 産業界では韓国の半導体企業が重要なパートナーと認められていたはずです でもそれはもう昔の話で今投資先として韓国は魅力がないと判断されてしまっています。韓国貿易協会に所属するある研究者はこのように言っています。世界的な企業の技術協力の拠点が国内にあってこそ利益が生まれるが今の韓国はそうではない。それは韓国にはまるで社会主義的な経済構造が存在するためだ。 外国企業にとって韓国は刺激的で魅力的ではない。そのため誘致が難しいと、まあ、このように指摘しています。例えば韓国の株式市場ですが、海外からは実に閉鎖的だと言われてきました。 エヌビディアの CEO がサムスン電子の会長や SK ハイニクスの会長とアメリカでは会ってくれてもその他の企業は韓国に見向きもしませんでした。昨年12月にエヌビディアの CEO は日本、マレーシア、シンガポール、ベトナムなどアジア各国をエヌビディア側から訪問して それらの国々の政府と企業とが会っていますがこの時も韓国だけは抜けていましたしかも NVIDIA の CEO が韓国のサムスンや SK の会長に会った時も韓国側からアメリカに出向いて会ってもらっていただけですからね韓国政府は世界的企業を誘致すると言いながら韓国国内に魅力的な環境を作る努力をしていません このことについて韓国の専門家からは、韓国にも研究開発や規制のない経済特区はあるが、首都圏以外に散らばっていて恩恵も一時的だと、このような指摘があります。韓国政府は地方の雇用を作り出すために経済特区を作っているだけで、これ世界的な企業のニーズとは関係なく運営されていると言います。 一方で日本は世界的企業のアジア本部を誘致するために東京の真ん中に国際戦略総合特区を指定しました日本は税制制支援と規制免除など各種恩恵を海外の企業に与えています先月開設されたばかりのオープン a i の日本事務所もこの東京国際戦略総合特区の中にあります まあ、韓国経済はただでさえ経済が悪化しているというのにもうこの先も期待されなくて投資が集まらないとなると今後韓国の経済成長が抑えられます。韓国にとっては深刻な問題です。まあこうした内容がずらずらっと中央日報の記事には書いてありました。 もうここまで自国の報道機関に韓国経済がこき下ろされているわけですから、もう韓国国民も現状をしっかりと受け止める必要があります。最近また半日で韓国が盛り上がってはいますが、本当にそんなことをしている場合ではありません。韓国にとって国家の危機です。国力がますます衰退していきます。で、韓国への投資に関してもう一つ残念なニュースがありました。 9つの世界的な投資銀行が日本円で約240億円の韓国の株式の空売り取引を行っていたことが分かりました。しかもこれ、違法な方法を使ってまで空売りをしていたんです。これ儲かるからなんですね。 この9つの海外の銀行は合計で164の韓国の銘柄について手続き上の規定に違反する方法で空売りを行っていました。もうそこまでして売りに動くほど韓国への投資への魅力がなくなったということです。さて、ここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたか コメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして、フィフィーチャンネルの登録もお願いします